どうも皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。ハリカム TV、 今日は江の島漁協日曜朝市の実行委員のメンバーを紹介したいと思って、全員で5人なんですけど、今日はこの4人で撮影をしてます。自己紹介をしようかなと思います。まず僕が江の島漁協朝市の発起人であり実行委員の、まあ、リーダーという形でやらせてもらってます、ハイナー漁師の倉根優太です。そして、あ、こんにちは、実行委員やらせてもらってます坂本と言います。はい、海風です。海風、遊漁船とか、はい、雰囲気も少しやらせてもらって、よろしくお願いします。はい、そして鳥山から、あ、株式会社鳥山代表の吉野と申します。よろしくお願いします。社長、社長ありがとうございます。社長、そして営業部の倉本と申します。よろしくお願いします。そして、立川君は何なの？COO です。 COO、執行 役員です。あ、かっこいい。立川君見てる？やっほということで、この4人プラス立川君の5人で江の島漁協日曜朝市の実行委員ということで、当日はね、僕ら5人でもうずっと運営企画してきたんですけれども、予想をはるかに上回る1075人の、お客様に来場していただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。当日はもう僕はまさかこんなに人来るか正直思ってなくて、もう出品者とこの出品する商品の数とお客様の数が全然合わなくて、もう1時間ぐらいで魚は完売、売り切れになってしまって、ちょっとなかなかね、せっかく来ていただいたのに買えなかったんで、ただもう多分その辺はもうすいませんでした。でもまあね、次回はそれも改善して、さらにいい朝市になるように僕ら実行委員も頑張ってやっていきますんで、ぜひ皆さん、また江の島漁協日曜朝市ぜひご来場よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあね、このハリカム TV いいなと思ってくれたら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。待ってるから。鳥山もね、これから若い力頑張ってやっていくと思うんで、頑張ります。それも皆さんぜひよろしくお願いします。お願いします。そして海風、ぜひ皆さん釣り行くね、釣りやりたい、釣り大好きだよっていう方は海風もぜひよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。おチャンネル登録してね。